ないでかじゃん。今からサラダ焼きの実験。はい。うん、これよ、これチョコレートだよ。テレビ大きかったね。あんな大きいの必要？てかじゃね。大好きなパンのショコラ。ねえね。うん。そこか。うん。うん。コーヒーが欲しいって。うん。おいしかった？なんか違う？こだわりを感じる？なんか違うと思う。でも出来たて？うん。そのいっぱい並んでる時にさ、うん、食べてみて。うん。パイ美味しそうだったんだよ。うん、ビニール袋っていうか。あじゃあ。大きいの食べて。ダメダメ。この周りのこの餃子の羽みたいなのが美味しそうと思っちゃって。うん。どう？昨日が美味しい？もうクロワッサンとは別物だと思う。表面がさ、クッキー生地みたいな。うん。ね。食べてみて。どうかな。甘いね。甘いね。うんうん。美味しかった。うん。リベンジする。うん。
辛さは伝わる。じゃあ、食べない食べないって聞くのが分かった。プルプルだった。パリパリ、しかも何もまだ具はないよ。砂糖かけて食べたい。甘くなかった？甘いけどさ、あの砂糖のジャリジャリも食べて。西陣の国が味わえる。これにまだあんまり行かないんですよ。今かじなかった？ちょっとかじったけどさ、久々に食べたい。栗モンブラン思い出したね。次、和栗。この黒いの茶色いのが多分和栗でしょ。栗に違いがあった。どっちがじゃあ美味しいかといえばさ、和栗かもしれない。和栗うまい。でもなんかモンブランを思い出させるのはヨーグリ。いつもいるってよ、なんか外のはずなのにいつもいるってよ。サクサクキャラメルデージ買った。上のナッツがさ、もっとデージナッツだったらどうしようと思ったって、そんなにあれじゃない思ったより大丈夫だった。くるみ感はそんなにない。チョコレートとカラメルのおかげ。よかったね。美味しいんじゃない？
動物園みたいになった。ミドラキ？マジ？マジがね、かわいいんじゃない？本当だ。すごい。お、近くに来た。あれ？やばい、お店に。いいって。マメシバってなんか名前かわいい。マメシバ。犬みたいじゃん。うん。大当たりじゃない？ね、すごい。すごい。普通のフレンチ、ちょっとあんなじゃなくて、あの糸満のさ、あのフランスパンみたいな、丸い、ちょっとバケット、いいところ見つけたし、決まったかもしれない。こっちが可愛い。さすが。7万円しない。7万円、12万だよ。12万しないさ。ハードなんとかコーラじゃない？うん、色があんまりだけど、全然レベルが違う。洋菓子はさ、トランス脂肪酸があるから、ガトーショコラは最後に取っておくって。ランキング全然いけないね。ラスボス、なんとか事態が終わらんとダメって。じゃらーん、新たなパン屋さん見つけてしまった。いい感じのだから、あ、まだ食べてよかった。我慢してた。はい、あ、結構なさ、表面上ソーセージ見えなかったみたいな、あれはなんかアスパラが出てた。それでダメになったわけ。もうさ、トースターの焼きたてのさ、カリカリを一回覚えたらさ、普通の冷めたのがさ、物足りなく感じる。冷めてんじゃない？冷めてんじゃない？うん、うん、カスタード、あ、これは甘い系かな。調理パン考えたんですけど、これどこ取ろうかなと。チョコかカスタードか、カスタードかなって。これはチョコだからさ、だけど、あ、調理パン食べたいと思うんだけど、お腹減ってんだな。想像してたサクが来ないわけよ。これはしょうがないんじゃない？あの中にクリーム入ってるからさ、あの、しけやすいと思うよ。周りがぼやけたらなぜか美味しく見える説。うん、なんでかな。ね、情報が少なくなるから、フォーカスされるから。絶対美味しいと思うって。ホール1300円はさ、デージいいと思った。ね、激アツで、ね、来るかもしれない。誕生日来るかもしれない。しかもさ、切られてるさ全部。うんうんうん、最高って。食べていい？
これはさ、ラーメンも食べないといけない。しっとり系じゃないね、ふわふわ系だった。ガトーショコラしっとりのイメージがあったけど、うん、フォークでちゃんと食べたかったな。あっち、じゃあこれ先に食べてほしい。なんでなくなるから。うん、粉飛んだ。チラチラチラ、ふわふわだったね、うん、スポンジケーキ版みたいな感じだね。また想像が違ってしまった。うん、パンを安定のパンはショコラ、いつもよりでかいわけ、ビッグサイズ。心配な点はパンに対してチョコが少なかったらどうしようっていう可能性としてあるよね。うん、では食べる。期待しすぎは良くないことを学んだ。来たチョコ。来たよ。心配が予想通りの可能性が。じゃあここにさ、チョコがいるわけ。パンショコなんかこんなってチョコがさ、棒みたいなのがあってこう巻かれてるからさ、ここ真ん中にしかチョコがいないはずだ。でも思ったよりかは範囲が広いから少ないわけではないと思うけどさ。味は美味しいよ。めっちゃパリパリだよ。あ、そう。あ、パリパリ？あ、パリパリだったよ。表面ね。ね。うん。こことここの食感が違う。うん、見てごらん、ダーリン。これはね、クロワッサンの宿命だと思って。白で生きてきた。うん。